仕事はどう？出張寂しいです。さっき終わって今ビジホ疲れるわ。帰りたい、超帰りたい。早く帰ってエミ抱きたい。お疲れ様です。うるさい。もう爆発しそうなんだ。ここに来て枯らしてないから。ウォーウォー、一人でしなよ。帰ってこないとする相手いないんだから。一人でしても収まらん。マジで限界に近い。こっち来てよ。これ結構本気。明日の仕事休んでこっち来てくれ。頼む。私はジョーカー。無理だわ、我慢しろ。ふ、男は辛いぜ。帰ったらたくさんする。やばそう。ゴーゴーゴー、我慢できねえ、寝れねえ。明日午後から出勤でよかった。どうしよう、マジでこれ。だから我慢して一人でしなって。帰ってきたらしてあげるから。もうあかん、ダメだ、許せ。ん？精神安定、仕事に集中できるぜ。もしかしてお前やったな。一人でしただけだよ。ふん、まあ口座見ればわかるけどね。ごめんなさい。お店3万使った。家入ってこないでね。あさって帰るのですが。あなたが帰ってくる家はありません。実家にでも帰ってください。実家に帰ったらなんでってなってしまう。もしかしてかなり許されないことだった？浮気にはならないよね。お金を払っていようが、お店だろうが、どんな理由だろうが、結局他の女とやってることには変わりありません。申し訳ございませんでした。今はだいぶ落ち着いてます。そりゃそうだろうね。やってんだから女と。それもあるけど、自分の過ちを反省してるからそんな気分になれない。現者タイムなだけでしょうね。電話できますか？しないよ、する必要ないし。明日帰れますか？俺実家に帰ってください。本当に申し訳ございませんでした。許してください。エミに会いたいです。無理無理無理、触りたくない。ごめんなさい、許してください。二度と同じことはしません。バカだよね、たった一回でこんなことになっちゃうんだもんね。あの、家にいないんですが、どこに行ってますか？実家に帰ってます。戻ってきてください。無理です。どうしたら？お小遣い2万に減らす。明日から半年家事全般健也がやる。毎日寝る前に私にマッサージする。エッチは私がしたい時だけ。これができるなら戻ってもいいよ。絶対守ります。だから戻ってきてください。明日仕事終わったら戻る。けど許してないから機嫌悪いよ。全力でエミの機嫌直します。はいはい。